アンディ・マルトーはフランス・ランス出身でスウェーデンに帰化したバイオリニスト、作曲家。母親はクララ・シューマンに学んだピアニストで、父親も名の知れたアマチュアのバイオリン演奏家だった。幼少期からバイオリンに興味を示し、音楽を愛する両親の勧めで、フランス国内で音楽を学んだ後、10歳でハンス・リヒターの指揮するウィーン・フィル・ハーモニーゲン楽団と共演して、 公式デビューを果たし、さらにドイツ各地とスイスで演奏旅行を行った。1888年には、やはりリヒターとの共演でロンドンデビューを果たす。1892年にパリ音楽院で主席となり、マスネから作品を検定された。1893年と1898年にはアメリカ合衆国で、 1897年から1899年まで、ロシア帝国で演奏活動を行っている。20世紀に入ってからは教育活動に専念し、まず、ジュネーブ音楽院で教鞭を取った後、ヨーゼフ・ヨアヒムの没年に、ベルリン高等音楽学校に専任されて、同校バイオリン化主任教授に就いた。作曲家としては、フランス語のカンタータ、ジャンヌ・ダルクを残した。 ドイツ時代にはマックス・レイガーと進行を結び、その影響で室内楽の作曲も手掛けた。中でもクラリネット五重奏曲は近年になって録音も行われている。第一次世界大戦が勃発して母国と第二の祖国が戦火を交えるに至るとスウェーデンに渡り同地でスカンディナビア楽団の発展に貢献した。北欧における彼自身と門人の演奏は 近年になって音源が復刻されている。ありがとうございます。